村上義忠は戦国時代の人物、村上隆史勝の次男で武吉の父、兄に義政、弟に隆主がいる。義忠について、抜越録では、義政創生後の義役と武吉の家督争いについて触れる中で、武吉を家門島義忠か、子、義忠敗義政か弟なりと記しているが、これ以外の情報はない。 抜越録より後に編纂された、古録においても、竹吉を吉忠の子としているが、家徳争いでは、竹吉の叔父高重が幼い竹吉の代わりに軍を率いたとしている。なお、吉忠の子竹吉は、天文2年に生まれている。天文10年頃、野島村上氏は、大内氏と敵対しており、同年1月に、五福島沖で、大内水軍と交戦し、 6月から7月にかけては、逆に、の島など、芸与諸島の拠点に攻め込まれていた。そんな中、大内氏に味方する、村上家門助という人物が、資料に見える。天文11年4月、杉隆則、青影高長、広中隆兼ら大内氏部4人は、人大県人に対して、敵型の攻撃を受けている、伊予国中島の棚林要外への加勢を指示。 都会の段取りは、小原隆史名と村上賀門助に相談して進めるよう伝えている。この賀門助を吉忠田に否定する説がある。ありがとうございます。